はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、スナックワールドのトレジャルボックスガムをボックス購入してきました。はい、こんな感じで10箱入ってますね、うん、はい、ラインナップはこんな感じで全8種類ですね、うん、バイオレットエースソードっていうジャラが1つだけだね。あとの7つは全部スナックですね、はい、ロビオとジュリエットとかクルトン、ゴーレム、トード、ゴースト、アタックリ、プチメイジだね、うん、はい、それで今回ですね開封対決にしたいと思いますね。プチレアが6つあんのよ、うん、でプチレアはノーポイント、はあ、でレアが1つあんのね、スナックのね、はあ、それは1ポイント1で、ジャラはもうこれかなりレアだから2ポイント。あ、そう、それで、5箱ずつ開けて、うん、ポイントの多い方が勝ち。ポイントの分、そのポイント、うん、例えば2ポイント取ったら2秒間相手の顔に落書きしていく、はあ、っていうのはどうですか？いいよ分かった、じゃあやっていこうか、うん、はい、まずだからこれ一回シャッフルしないといけないよね、うん、ちょっとアソート確認ではなくなっちゃうのこれね、うんうん、まあそれはご勘弁ください、はい、こんな感じでシャッフルしようか。適当にね、もうぐしゃぐしゃにやっちゃっていいよね。じゃあ開封対決やっていきましょう。はい、僕の1箱目、はい、よいしょ。どんな風に入ってるのかな。こんな風に入ってる。これがガム、硬い、まあ、スナックだねこれね、うん、よいしょ。アタックリ、はい、が出ました。はい、じゃあ私の1箱目いきます。はい、そう、あー、プチメイジだ。僕の2箱目、よいしょ、アタックリダブリ。あら、じゃあ私の2箱目いきます。はい、そう、おお、レア、ロミオ&ジュリエット、レアが出た。ということはパパ1ポイント。うん、僕の3箱目、せーの、はい、ゴーレムプチラ。はい、私の3箱目いきます。はい、そう、はい、あ、ゴーストだね、うん、プチレアです。僕の4箱目、トードプチレア。はい、私の4箱目、はい、ドン、あ、プチメイジ、これもダブリだ。うん、僕の5箱目、最後、よいしょ、ゴースト、あら、プチレア。じゃあ私の最後5箱目、うん、あー、ジャラ入ってない。最後はドン、クルトンでした。はい、ではフェアリコンで音声聞いていきましょう。まずはプチメイジかな。はい、音声内系ですねこれは、うん、続いてアタックリ、はい、続いてゴースト、はい、これも音ない？ないね。トード、はい、トード、お、うん、今日も冷えるね。今日暑いわ。暑いよ。はい、じゃあ続いてゴーレム、続いてクルトン、はい、クルトン、私がクルトンだ。ロミオとジュリエット、はい、
ということで10箱開封してスナックの方は全部集まりましたね、うん、7種類全部集まった、うん、プラス3種類がかぶったかな、うん、うん、そんな感じでした。ジャラは出なかったね、うん、残念なことにね。はい、ということで、開封対決なんですけれども、私がですねこの例を当てたのでまあ1ポイントということで、エイシン君に1秒間だけ落書きさせてもらいます。はい、1秒間だからね、うん、まあじゃあやっちゃうかな、うん、はい、ではメイク用のクレーンを用意しましたので、これで1秒間だけ落書きさせてもらいます。はい、スタートもストップも言ってください、うん、いいよ、スタート、ストップ。くあーくさー短いはい、ということでエイシン君にヒゲを描いてみました。はい、こっちしか描けなかったわ、うん、残念。じゃあエイシン君エンディングはこっちでお願いしますはい、あのスノーみたい、うん、スノーでこういうエフェクトつけられるけど本当に描いちゃった大丈夫、うん、はい、反対側はないね、うん、あー惜しかった、こっちまで描きたかったな、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。